おはようございます。牛ちゃんです。今日はですね、もう遅いんですね。外はですね、もう芝刈りの時間になりまして、うるさいのでここで食べます。今日のんびりしてました。休みの日なのでね、朝起きたらからもうぼーっとして、なんかうだうだしてまして、もう日が昇ってしまいました。朝ごはん食べます。クリームチーズです。いつものじゃん、いただきやす。いつもはね、ここで食べ物はここで食べない場所なので、口を前にしてね、こういう感じですね。いただきます。うん、うまい。うん、めっちゃうまい。皆さんのコメントを読んでると、日本はだいぶ寒くなってきたみたいですね。とうとう来ましたね。毎年のことですけどね。うん、うまい。うん、外サクサクのカリカリで、中はもちもち。うん、絶妙ですね、この焼き方。ハワイも結構寒いんですよ。日本とはやっぱり比べ物にはならないですけど、結構寒いです。朝起きたらもう半ズボンじゃいられませんので、常夏なのに。はい、ジーンズ履いて長袖着て、うん、暗いうちはもうこのもこもこっとしたジャケットを着てますね、家の中で。ハワイは暖房ないですからね。はい、なので、まあ上着着れば OK ですけど。あとね、ハワイの家はね、もちろん高級な新しい家は違うと思いますけど、サッシじゃないんですね。なんかこうパカッとこう開くやつ、だから結構寒さ伝わってくるんだよね。あとサッシと違うから、騒音もピッチリ消えないです。このパカッてやるやつね、あれが結構80年代にはハワイであれがすごく流行っちゃったらしいです。なので、パカッていう、こうパカッてやって、こうパカパカパカッていう、パカしか言ってないけど、パカッてやったらパカ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 ってなるやつ、どこ行ってもあの窓なんだよね。あれサッシにしたらいいなと思う。そういうビジネスやる人絶対伸びると思いますよ。うん、知らんけど。あとナイアはね、ここに入ってこれないことになってますので、今日は僕一人ですね。うん、僕はリタイアしましてからリタイアの手続きをして、年金生活をもらうようになったんですけど、生活は全く変わってないんですね。仕事も同じ。今までもパートみたいな、仕事をしてましたけど、そのままその仕事を続けて、で年金をもらう、そういう形で生活してます。なので生活自体は全く以前と変わってないんですけど、やっぱりリタイアしたんだなっていう、この自覚みたいのを持ったからなのか、なんかのんびりしてますね、最近。心がのんびりしてる。多分いいことなんじゃないかな。もうなんていうの、がむしゃらにやる必要はこの先はないんだみたいな、のんびりのんびり、細く長くというか、のんびりしてますね。これからの人生は、前もね、多分言ったことあると思うんだけど、人生のもうおまけだと思ってるので、もう思いっきり楽しくも楽しいことだけを考えて生きていこうかなと思ってますね。
そして僕の楽しいっていうことはね、すごい大きなことじゃないね。僕ちっちゃなことで楽しいと思える人間なので、別に全世界を旅行しようとか飲んで食べてとか、ラスベガスに行ってとか、そういう楽しいはね、あんまり興味ないので、僕の思う楽しいことをですね、はい、身近にできることばっかりなので、そういうのでね、遊び尽くして人生を、生きるとこまでそれで行こうかなと思ってますね。エキサイティングです。これが今までもエキサイティングでしたけど、これからもエキサイティングです。最後の一口です。終わりでーす。実はですね、これは今のところも僕しか知らないことです。誰も知らない、僕の奥さんも知らないこと、今初めて口から、外に出します。昨日の朝方のことですね。眠れないで朝起きてたんだけど、スマートフォンいじってまして、 Amazon でポチしてしまいました。ガガガーン。新しいカメラ買っちゃった、買っちゃったです。今僕の気持ちは崖っぷちに立って、もう崖っぷち、もう崖、もう楕円岩絶壁のところに僕がいて、自らそこに、そこから飛び降りた、そんな気持ちですね。飛び降りて断崖絶壁を落ちていって、助かるか助からないかは運次第、そんな気持ちですね。いやー、カメラ高いからね。このスマートフォンにしても今ね、ものすごくた、スマートフォンも高いけど、GoPro 一つ買うのもすごい高いですからね。そして僕の YouTube はポケットマネーでやってますのでね、ほとんど収益がないので、いやー、思い切りましたね。まあ愚痴じゃないですよ、言っときます。全然愚痴じゃないです。お話、もうこの独り言です。独り言、僕ね、おもちゃ買うのがね、もう本当の楽しみなんです、おもちゃ。僕の人生、そのおもちゃを買うためにそれ以外の全てをこう我慢する、そういう人生だったんじゃないかなとね、今はね思ってたんですけど、またおもちゃが増えるからね。それでは皆さん、 See you next time. バイバイ。